八百屋の時教えられたこの4つのこと、これをただやってきただけ。それからね、その29、30の時にね、僕初めて講演頼まれた、大阪で。でその時にね、僕最初はね、いや君のその体験談ぜひ講演で喋ってくれって言われた時、僕えー、ってなってね、講演ってまさか僕がですかって。で大阪のバリバリの経営者の前でね、三重県の田舎者の若造の俺なんかが何を喋るんですかって、やったこともないし恥ずかしいし緊張もするしって言って、無意識にうわーってできない理由その時言っちゃったんです。だけど言ってる途中でうわーって気づいてね、あ、今物頼まれてんのにできない理由言うてるやんって気づいた瞬間、僕ね横に振りかけてた首だったけど、僕ねふって気づいた時にこの横に振ってた首をギーって止めて、それでそこから無理やりねガガガガガって縦に振って、できひんことは頼まれへんよと思って、チャンスちゃうかなと思ったんで、僕受けへんかもしれんけどやるだけやってみます、でもし受けへんかったとしたら手ついて謝って許してもらえるかなみたいなことを言いながらね、だけどその 1,2 ヶ月後にね、すんごい足震えながら油汗かいて緊張しながら僕初めて講演をした。だけどやってみるもんよ、意外に受けて、そしたらね僕拍手の中送られるんですけど、もうこんな緊張すんのこと二度と嫌やな思っててんね。しゃけどその時喋ってた音声がカセットテープに録音をされてて、やがてそれが CD になってね、そしてねよかったらみんなこれ欲しいっていうふうに言ってくれた人たちがそれをどんどん聞いて、またそれを CD をダビングしてくれて、でまたいろんな人に配ってくれて、したら配られた人たちが聞いて喜んで、また広がって八百屋さんで口コミが広がったのと一緒でしょ。でその CD がどんどん広がるうちにね、僕の著作権とかそういうのあんまりみんな気にしてないから、で僕もやってもらったら全然いいよって言ってたから、そしたらねどんどん広がっていくうちに、僕いろんな人から電話かかってくるようになって、でもかけてくる人がね、中村さんの講演会を開きたい、でもねお会いしたことないのにこんな電話でお願いして失礼なことしましたって言って電話してきてくれる。でもその時にね、だけど私あの聞いた CD でね、もう何遍も頼まれごとは試されごとって言ってる中村さんやから、うちらが電話で講演会頼んでも絶対 0.2 秒で返事してくれるよ、で絶対私らが思ってる以上のことやろうと頑張ってくれるよこの人なら、だから電話かけたんだっていう連鎖が広がりだしたら止まらなくなってしまってね、でどん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 この CD 広がるうちに、僕を呼んでくださる講演会の数もね年々倍々ゲームで増えていって、で気がついたら年間ね 6,7 年のうちに年間300回も呼ばれるような人生になりました。でもあの時初めて頼まれた時、僕が最後までできない理由を説明していてその講演会に行ってなかったらね、僕今全然違う人生を歩んでます。そう思うと、皆さんが無意識に生きている日々の中でね、人から物を頼まれることをチャンスと思えるだけで、そこで首をギーって止めながらガガガガって縦に振ってやれることやってみようって、相手を喜ばそう、人を喜ばそうということを培っていくと、おのずと身につく力が人間力、学力は授業や勉強を通じて手に入れる。でももう一つ、それをやりながら日々の生活の中で人を喜ばせるっていうことを意識してやっていくと、おのずとね、僕は人間力とのバランスが取れた時、この両方の翼がね本当に皆さんの人生の可能性をバーッと広げていくものになるんじゃないかな、そう思うんで、僕はそうやって人を喜ばせながらこの手に入る人間力というものをね身につけてほしいなっていうことをお伝えしたくて、今日はいろんなお話をさせてもらいました。じゃあこの後いろいろとシェアしてですね、自分のことを振り返ってみてほしいな、そしてできることから動いてほしいな、そう思います。ありがとうございました。